でしかも決者共産党っていう決者は戦前ね、うん、いろんな弾圧を、はい、受けたわけだから決者、はい、の自由が大事だって思うのは当然だし私自身だってそう思うんですよね、まあ、でもじゃあその,その部分社会の中でその構成員のじゃあ言論出版の自由決者、まあの自由っていうのが憲法で決まってるように出版の自由だって、うん、こうね明示的に憲法の中にこう入ってある。はいはいはい で、だから私だって、その、な、何をやったって、どんな出版だって、自由だって、処分される言われはないっていうことではないと思うんです。うん、でも、どこかに、ちゃんと、こう、線引きされて、この程度までは、この、許容できるべきだって、これ以上はダメだよねっていうところの、なんか、均衡する、バランスする点がねうん、うんせ、あると思っていて、まあ、それを、 裁判の中では主張していいきたいなと思っているんです。あの松竹さんのやっぱりも最終目的としては、共産党を変えたいっていとうことそうですね、変えたいというか、訂正する力を発揮できるようなまあ共産党にしたいっていうこと今回の,その裁判、裁判で裁判をするっていうことは、その共産党員の気持ちを変えたりすることに対して、どうなんですか、プラスなんですか、マイナスなんですか。 いや、そこはね、なかなか微妙な複雑な問題だと思っていて、うん、で、私が、じゃあ、例えば、その焦燥をしたとして、その結果を突きつけられて、共産党が変わるかっていうと、そんなことはおそらくない、というふうに私は思っていて、逆に、その私がこの裁判でいろいろ問題を提起することによって、共産党の中であ、自分たちがやっぱり変わらないとダメだよねって、 いいう人たちがこう増えていってっ自分で、要するに共産党の中で訂正する力をこう蓄えて、強めていくという力が働いたときに何とか変わるかなって、やっぱり外部から裁判で国家権力の判決を受けて変わるっていうんではね、本当に変わったことにはならないし、そういう変わり方はしないだろうと思います。でもなんかあの僕も僕この新日本共産党宣言を読ませててていいただいて改めて あの思いましたが共産党の組織っていうのは本当に民主集中性というかあのまあこの横のつながりをなるべく断ちあのこう草の根つまり草の根的な人々の思いみたいなものが結集して上の人の意思を動かすというのが非常に難しい組織原理ですよね。あそそここら辺は今後どううなっってていいくんでですかかねその私がでも自分の その、が、なんでこんな本を出したかっていうことにも関わるんですけども、でも共産党って、まあちょっとミ主主しての問題を置いといてね、はいうん、実はその、訂正する力が、に満ちていた時代の共産党って、私にとっての共産党は、そういう共産党なんですね。私はその1973年に大学に入って、うん、まあすぐ共産党にも入ったんですけども、もう何がその、びっくりしたかといえば、まあそれまでね、 あの、共産党体験ってあんまりなかったけども、だから、共産党っていうのは共産主義を目指す党だと思ってたら、うん、近づいて大学に入ってみたら、いや、共産党主義ってのはずっと先の段階で、うん、共産党が目指してるのは民主主義を徹底した日本を作ることなんですって、うんで、すごいびっくりして、いや、共産党って、共産主義ってそんなものなんですかっていう、うん、すごい驚きがあったんですよ。まあ、だって、ま ソ連だって、まあレ、レーニンみたいな立派な人、はい、人がね、はい、私から言わせると、いたけども、革命を起こして、も本気で自分が信じるその共産主義をソ連の中で作ろうとして、うんうん、ね、あの、貨幣を廃止してみたり、うん、5年以上の企業は大企業だとかなんか言って、うん、国有化してみたりって、要するに共産主義ってね、に囚われている人ってもうそういうものを、 や、やるのがこう普通だったと思うんです。共産主義運動の歴史の中で。うん、ところは日本共産党だけはね、そうじゃなくて民主主義ってすごいなと思って。まあだから、だからそういう、ね、すごい根本のところを訂正する力があったから、私が大学に入った頃の共産党って、ね、まだどんどん73年での伸びつつあると、うん、うんうん、とうことで。うんああ だから私にとっての共産党そういう共産党なんです。そうなんですね。僕ね逆にそこのイメージがあまり湧いてなくて、うんうん、あの僕は1971年生までなんで、あのもうえっと選挙権を持ったのっていうのが、まあ、つまりもう、うん、冷戦後なんですよね。うんうん、で、まさにその左翼がどんどん提唱してって、あの共産党がまああの これ、あの、松崎さんの方の中で何回か書かれてますけど、いわば極作化していくというか、あの、再、再億化していくプロセスをこう見ていた。うんうんうん、であとはその、えっ、ー、と、知識人の方々も、まあ僕もともと哲学とかやっていたので、うん、あの、やはり共産党支持の方々っていうのは、まあ僕の先生やちょっと先輩とかにも多かったんですけれども、あの、 こうまさにその、その元松崎さんの本に書かれている通りで、あの、当時やっぱり補助勢力が伸長してきてたので、それに対する対抗ということもあるんだけれども、うんうん、非常にこう、えっ、ー、と、市民感情を無視した、極端な意見をやっぱり言うようになってったと。うんうん、そういう時期に僕20代、30代だったんで、うんうん、どうもそこら辺のその、訂正する柔軟性に満ちた共産党ってイメージがないんですよね。うん、ないんでしょうね。いや、そこがね、だから、 あのー、私の共産党官と、だから東さんも違うし、私の共産党官と、 実はだから大多数の共産党の人たちともおそらく違っていていろんな食い違いがあると思うんですけどだでも私はだからそうやって共産党に入ってずっと学生運動をやってて全学連の委員長とかもやってでその時はだから共産党の中央委員会からといろいろ接触がある、うん、あるわけですよねいろんな指導をされるって、うん、でその時にあ共産党の中央委員会ってこんなすごいんだって思ったことがあって、うん、それはやっぱりこうなん,かなんか決定をするわけですよねで決定 をこう実践してているって、はい、もうだんだん私が学生でやってた時はまあ低調になってきて、うん、まあやってもなかなかうまくいかない学生も結集できないみたいな時期でいろいろ悩むんですけども、まあ、その時にその党中央の人から言われたのはそれはその決定されたことがね実践されないのはそのあなたが悪いんじゃなくてもしかしたら決定が悪いかもしれないんだってうん、うん、だから党中央が決めたことであってもね えー、それは間違っ、実践の結果間違っていたらね、決定の方を変えないとダメなんだって言われて、うわ、党中央委員会ってこういう人がやってるんだと思っていたんですよね。うんうん、まあでもね、実際に党中央で勤め始めるとなかなかそうではなかったみたいなことも体験するんですけども、まあだからその、ね、かなり長い間、そういう点では共産党には訂正する力があって、 で、私に言わせると、その最後にすごく訂正する力が、少なくとも文面上は出てきたのが、あの、2000年に決めた規約。うん、要するに、その昔ね、宮本賢治さんが決めた58年の規約を2000年に廃止して、うん、不破さんが新しい規約を決めたと。で、綱領も全面改定して2004年に決めたって。はい、で、それはね、本当に大きな、 あの、転換だったと思うんですよね。まあ、だってそれまでね、全英党だとかって決めてた。うん、あるいは自己批判の重要性みたいなこともいろんなところに書いてあった。その決定はね、無条件に実行しないとダメだとか、うん、下級は上級に従うんだとかって。まあ、すごい。まあ、今そんな批約見せられたら誰もそんな共産党に入るようなことない。でもそれは普通だと思われていた。ね、要するに世の中、帝国義が全部、 悪いやつで、社会主義は平和勢力でみたいな。うん、まあそういうのも全部,全部変えて再出発しようとしたけれども、はい、結局それが、要するにその本物にならなかったというか、うんうん、まあ今度のその除名を通じて私わかったんですけども、その今度、例えば分派を禁止するっていうのが前の規約にあったんですよ。はい でも今の規約には分派の禁止って当院の権利義務からも外されちゃってるんですよ。うん、なるほど。義務でもないのにあえ。でもなんか分派主義みたいなことが言われてませんかいや<務>分,分派は作らないっていうのは基本原則としては全文の方にねあるんですけども当院の義務からは外されているって。うん、まあだからそのねそれをだから分、まあ私分派だとも思ってないですけども分派を作ったら じゃあ、除名だっていうのも、うん、もう前の規約とはかなりか変わってるはずな、うん、少な,な,なくとも変えないとダメなはずなのに、はあ、その私の除名が正当だっていうことを中央の人が支部に行って説明する際に聞かれたら言うのは、いや、あの規約は文章は変わったけども中身は変わってないんだみたいななるほど。それに松竹さんとしては、2020年にもう規約変わったし、うん、共産者党はかなり内容、かなりもう、<coughs> 訂正されて変わったはずだったのに、実はその昔の規約に基づいてみんな当中、うんうん、党中央から支部から動いてて、うんうん、まあそこにこうすごく大きな、まあ失望というか覚えてるいやいやそ。そう、結局そうなんですよ。で、私がこの本出しても、まあもちろん多少のハレーションは起こすと思ってたけども、まあで、まあ数共産党のことだから何があるかわかんないなっていう、 奥の方ではそういう思いがあったけども、なんで除名なんかにはならないかなと思っていたかというと、まさにそこで、で、2000年にその、この規約が解、ね、改正されてできてから、そのね、性犯罪を犯したから除名だみたいなのがあったけども、うんうん、政治的な意見の主張をして、それで除名っていう人は一人も出てなかったんですよね。それがもう、なんか一挙に逆戻りしてるみたいなのが今の現状。 だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度は全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると <noise>